今日はね、雨だったじゃないですか。だから、お客様はすごく少なかったです。今からちょっとお庭を、アジサイのお庭を歩こうと思うんですけど、多分、ほとんど人はいないと思います。今日も行かせていただきました。お、今日も、ありがとうございます。いつもね、すごい、壮大なお写真撮ってくださる方ですね、この方。ありがとうございます。日曜日来ました。めちゃくちゃ素敵で感動しました。ありがとうございます。ではお庭に行きましょうか。レストランも営業しております。雨がしっとりのアジサイ、いいです上がっね。て、そうなんですよ。雨が今上がりましてね、いい感じじゃないかなと思って、ついさっき告知を出させていただいたんですけど、どうでしょう、皆さん、お仕事帰り。レストランも美味しかったです。レストランも美味しかったありでがとうございす。まありす。がとうございます。本日はレストランの手嶋課長と一緒にお届けしております。よろしくお願いします。どうでしょうか、ここ皆さんご覧いただきました？絶対ご覧になってますよね。 はい、メインのお庭です。ちょっと雨で、頭が重くなってしまいますね。ちょっと支えないと。見えますか？水滴とか見えますか？水滴。いい感じに雨で、雨止んでますかっていうコメントいただいてます。今止んで雨ます止んでね。ます。今は止んでます。はい。ちょうどいい感じです。涼しくて。今年初めて知り、3回 3回来あていりがたとうだごいざいたんでますか？す。ありがとうございます。 じゃあね、このどんどんこう花が増えていく感じを楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますね。今もう本当に、多分今がピークでしょうか。もう今一番いろんな種類が咲いております。手嶋課長はお気に入りのアジサイはあるんですか？お気に入りですはか？い。そういうの人は事前に打ち合わせしといてもらってもいいですか？ 急に。この近くだ と、はい。左手のピノコっていう白いやつ、ピノコって言うんですけどど、れですか、どれですこれこか。れこれ。これがピノコというそうです。はい。そうですね。これ、レストランから見てても、一つだけここ白いので、はい。すごく目立って、めちゃめちゃ綺麗でしたね。はい。そうですね。この真正面にね、こうブルーが並んでる中で、ここがこう、一番前で真っ白。結構大きな株なんですよね。この株だけね、葉っぱの色が濃いんですよね。なんか黒っぽいというか、他の伝わるかな。こう葉っぱがね、こう鮮やかな黄緑じゃないですか。このピノコはね、ちょっとね、黒っぽいんですよ。わかります？なんか黒っぽいんですよね。かっこいいんですよ。これ花が咲く前もね、ちょっとかっこいいアジサイです、これ。ゴールデンウィーク泊まりました。アジサイが咲くと雰囲気違いますね。でしょう、そうで違すうんでね。すよ。ガラッと変わります。こんな感じで、今一年で一番こうお庭が華やかな時期です。全然違うんですよ、こんなに。はい。ピノコがお好きなんですか？ピノコそうですね。そうなんで今すね。年一押しはピノコでした。今年の一押し、手嶋課長の一押しはピノコでした。誰が知ってる。すいません、無茶ぶりで。はい。またおすすめがあったら、ちょいちょいそうです声ね。出し手嶋課長はね、ご自身のインスタグラム、プライベートのね、インスタグラムで、こう、品種をね、ご紹介されてるんですよ。だから、めちゃくちゃ詳しいはずと思って、無茶ぶりしてしまいました。今、何種類ぐらい紹介されたんですか？今50種類ぐらいですね。50種類。じゃあまだ半分ぐまらだいです半分ぐね。らいですね。へえ。50種類も紹介したんですか？すごい。綺麗なピンク。綺麗ですね。今日ちょっとここにチャレンジしようかなと思ってるんですそうけどですね。ね。いけるかな？ここね、ずっとね、
アジサイライブで避けてきた場所なんですよ。本当ですか？あら、やっぱりダメなのかな。ここはね、あの Wi-Fi がいつも途切れる場所なんで諦めてるんですけど、行けないかな、無理かな。止まってます？また止まってます。一旦切ります。皆さんハートマークありがとうございます。皆さんお帰りなさい。ちょっとね、このエリアがね、Wi-Fi がとても弱くて、これまで今年のあのライブでずっと避けてきた場所なんですけど、今日はチャレンジしてみようかなと思った瞬間に切れちゃいましたね。いけるかな？どう思います？いっちゃいます。チャレンジ、いけるか？いっちゃいましょう。繋がってる間にね。繋がってる間にいっちゃいましょう。ここが。今ね、ここはね、こう上に大きな木がね、いくつもあって、影なんですよ。だからね、今ちょうどここ、こう、日当たりのいい場所よりも、花がすごく長持ちして、今ここいい感じなんですよね。次は、秋に泊まりたい。あ、そうですか。そうですね。それぐらいの時期もいいですね。過ごしやすくて。どうなんでしょう、見えてますか？いけてるんじゃないですか、ね、あ、いけてます？いけてるんですね。あ、やったやった。ここね、いつもすぐ途切れるから避けてきたんですよ。いけるのかな。大好きってありがとうございます。シンプルなお褒めの言葉ありがとうございます。あ、ハートマークもたくさん。ここはちょっとチャレンジです。Wi-Fi チャレンジです、ここは。あー、きれい。きれい、きれい。これはメロディーというそうです。はい。雨上がりは緑も一層きれいですね。ああ、そうですね。緑もきれいです。雨でキラキラしてます。昨日夕方お邪魔しました。人が少なく写真たくさん撮りました。あ、夕方がそうですね。そうですね。すすね、夕方はね、こんな感じです。誰もいませんので、ゆっくりお写真撮れると思います。はい。確かにね、この時間にね、いらっしゃるのはなかなか通だと思いますよ。皆さんやっぱり昼間にね、こうランチ召し上がってっていう感じなので。あ、先週お邪魔しました。まだこんなにたくさん咲いてるんですね。そうなんですよ、アジサイって結構ね長いんですよね、お花が。夕日百選とても綺麗でした。夕日百選、あ、夕日ね、あ、ちょっと今日は夕日見れないけど、ね、今日はちょっとね、雨上がりのアジサイを楽しんでいただこうということで。何時まで見れますか？何時まで見れますか？何時でも見れますよ。あの、真っ暗じゃなければ。ライトアップはしてないので、日が落ちるまではご覧いただけます。いやー、水滴が見えます？水滴が綺麗、キラキラしてる。雨に合いますよね、本当に。いやー、綺麗。いやー17時までと書いていたり。あ、そうです。すいません、オフィシャルには9時から17時と書かせていただいてますが、はい、特にその17時になったからといって帰ってくださいとかは言いませんので。はい、で、夕日もね、日本夕日百選というのがとても綺麗ので、そちらもお楽しみいただければと思います。さっきまで、あ、さっきまで来てくださってたんですか？ありがとうございます。ライトアップ賛成です。あ、ライトアップはね、してないんですよ。すみません。来年以降ライトアップもぜひしてほしいですっていう。ああ、ね、そういうことですね。あ、失礼しました。来年以降ね、ライトアップはね、私たちのも実は本当はすごくやりたいんですよね。はい、日曜日に、あ、日曜日にお越しのご予定ありがとうございます。最終日ですね。そうですね。え、もう最終日ですか？ありがとうございます。
聞こえますか？カエルの鳴き声が。雨上がりの感じがすごく演出されてます。あれ、泣き止んじゃった。あ、あ、聞こえてます。大阪市内にこんないいところあったのですね。そうなんです。ぜひ皆さん、あの、お友達に宣伝よろしくお願いします。この場所好きですっていう方が何名かいらっしゃいますね。あ、この場所好きですか。やっぱりこの池のね、ここですね。日曜日行かせてもらいました。 ありがとうございます。カエルの声も聞こえてますか。フォークラリーもしていただいた方いらっしゃいますね。フォークラリーも、あ、あの、アジサイクイズですね。ありがとうございます。全問正解でしたか。いや、全問正解の方にはプレゼントもお渡ししております。まあ、レストランにヒントちょうだいって言ってこられた。レストランでヒントをもらおうとした人が、思い切りこれ何って聞かれた。ずるいですよ、それは。それはずるいです。皆さんご自身で歩いて調べてください。そんなに難しくないかなと思うんですけどね。まあ、やっぱりね、品種似てますもんね。焼きマシュマロ昨日、ありがとうございます。焼きマシュマロしていただいたんですね。どうでした。結構あれボリュームありませんかね。こう一つ食べるだけで結構ね、お腹いっぱいになりますよね。はい、プレゼントもゲットしていただきました。ありがとうございます。うわ、こういいですね。うわ、危ない、雨が。ここすごいですよ、今。今すごいです。見えますか、これ。すごいですよ。いや、こんなに大きかったかな、株。すごいですね。ここは何というやつ。泉鳥。泉鳥ですね。泉鳥です。お子様が楽しんで探してました。あ、アジサイクイズですか。ありがとうございます。そうなんですよね、アジサイをね、楽しみながらご覧いただこうということで。焼きマシュマロ、ボリューム満点でした。でしょ。結構大きいですよね、あれ。メガマシュマロっていうだけありますよね。毎年伺っています。いつもスタッフの方が一生懸命手入れされていて、アジサイの愛を感じます。あー、伝わってますか。よかったです。ありがとうございます。よかったです。いや、でもね、皆さんがインスタグラムに載せてくださってる写真も愛を感じます、すごく。いやー、そんな角度あったのかとかね、びっくりするんですよ。いやー、いつも皆さんありがとうございます。すごい素敵なお写真載せていただいて、皆さんからも愛を感じております。素晴らしいですね、ガーデンスタッフさん、ありがとう。あ、もう本当にありがとうございます。いや、もう私からも、そう思ってるんですけど、お客様から言っていただけると喜ぶと思います。奥の方はいけるかな、どうかな。フォトコンテストも続々と素敵な写真が増えてて、見るのは楽しみです。あ、フォトコンテストも写真が増えてますよね。いや、そうなんですよ。今ね、1000件以上ご応募いただいてるんですよ。ありがとうございます。1000件、ちょっとね、見るの楽しみです。皆さんのお写真まだまだ募集中ですので、皆さんゆっくりお写真整理してください。多分ね、もうあるあるなんですけどね、もうアジサイを見た後のスマホというのはもうアジサイだらけになりませんか。同じような写真なんですけどね、やっぱその場所でこういつも感動しながら撮ってるので、多分皆さんもね、フォルダがアジサイだらけになってると思いますので、ゆっくり整理してぜひご応募ください。よろしくお願いします。あとですね、さっきちょっと告知を出させていただいたんですけど、アジサイの挿し木体験というイベントを、今年初めてちょっと開催することになりました。もうご覧いただけましたでしょうか。アジサイってこう種から増やすのが難しいお花だそうで、ロッチ舞洲では基本的に挿し木という方法でアジサイを増やしていってるんですけども、挿し木ってね、こう花を剪定こう切るんですよ、プチンと。
で、その下の茎を土に埋めて増やしていくという方法なんですけど、それをですね、今年はガーデンスタッフが皆様にレクチャーしようというイベントをします。日がですね、6月の26日土曜日、27日日曜日の2日間で、それぞれ2部制で1部2部、それを2日間行います。で、最初にこのお庭をガーデンスタッフがね、いろいろと豆知識を披露しながら一緒に歩いてくれまして、でその後、挿し木を体験していただくんですけど、挿し木にもいろいろポイントがあるそうなので、ガーデンスタッフが説明をしながら体験してもらいます。で、挿し木していただいたその苗はお持ち帰りいただけます。お一人一つずつプレゼントしますので、ぜひそれをね、お家で育てていただいて、来年綺麗に咲かせていただきたいという、そういうイベントでございます。ちょっと初めてのイベントなので、ね、どうなるかちょっとわからないんですけど、ガーデンスタッフも今いろいろ準備してくれてますので、ぜひご応募ください。予約制です抽選じゃないです、予約制でした予約制です。で、それぞれの会10名様までとさせていただいてます。ね、密にならないように、10名様までとさせていただいてまして、それを4回しますので、もうご予約が埋まり次第受付終了となりますけれども、もしよろしければご家族でご参加ください。はい、詳しくはホームページにご紹介してますので、ぜひそちらをご覧ください。なんか今コメントとかさっき言ってたね、ご質問、フォトコンテストは公開アカウントのみですかっていうご質問ですね。ああ、公開アカウント、写真を撮っていただいてっていう形ではなくて、ああ、そうですね。基本的にはこちらがフォローしていれば見れるのかな、確かだと思うんですけど、そうですね、公開でなくても大丈夫です。なのでその場合はダイレクトメッセージに送っていただいて。こちらがフォローすれば確か見れると思いますので、フォローをね、相互フォローしないといけないんですかね。はい。相互フォローするか、お客様の方で、承認していただければ見れるようになると思いますので。新婚旅行で今月、ログハウス、コテージに宿泊しました。新婚旅行でありがとうございます。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。そんな大切なご旅行にお越しいただいて。いや、嬉しいです。申し込みました。あ、挿し木体験お申し込み、あ、ありがとうございま す, います。早速お申し込みいただいたんですね。いや、お待ちしておりますね。お持ち帰りいただけますので、挿し木の苗はお家で大切に来年まで育てていただけたら嬉しいです。多分この辺の苗とか、このピンクの苗とかは、はい、挿し木から大きくしたやつを植え替えてると思いますね。おお、そうなんですか。確かにサイズ的にはそうですね、挿し木で大きくなってるような。そういえばここのね、手まりが今見頃を迎えております。手まりなんかちょっと一番遅めでしたね、咲くのが。すごい細かいお花で、あれ、ピントが合いづらい。見えてますかね。はい、手まりいう日どうでしょうか。先日娘さんが泊まりに来ていただいたみたいですごく良かったと言ってました。先日お嬢様が、ありがとうございます。下のレンガの形がですね、アジサイの下のレンガの形がスペード、ハート、クローバーだそうです。はい、これはガーデンスタッフの遊び心です。どうでしょう。夕日がね、ちらっと見えるなと思ったんですけどね。ちょっと厳しいかな。どうでしょう、見えてますか。ちょっと厳しいかな。あれはもう出てくることはないんでしょうか。さっき出てたのかな。これは太陽の広場と言います。
日本夕日百選がご覧になれる広場です。はい、あ、手島課長です。今日はお休みじゃなかったでしたっけ？アジサイ見に来ました。今日お休みなのにアジサイを見に来られたそうです。はい、焚き火はどんな感じでしょう。あ、炎が見えます。さすがですね。さすが総支配人。しっかりついております。見えますか、焚き火の炎が。わ、このね、アジサイのお庭のすぐ横です。ここで毎日焚き火をやっております。この角度がいいですかね、アジサイも。あ、いい音、いい音がしてるんですけど、聞こえるかな。それでね、焼きマシュマロができるんですよ。秋に泊まって焚き火の前でホットワイン飲みたい。ああ、いいですね。いいですね。大人の楽しみ方ですね。ランチも毎日営業しております。11時から16時まで。もちろんね、店内でもお召し上がりいただけますし、このお庭にテイクアウトして、この辺が人気エリアですね。芝生のエリアでテイクアウトもできます。あ、消えたな。消えてしまいました。やっぱり今日はね、ちょっと今日はちょっと湿度が高くて。では皆様、今日もありがとうございました。また次回ぜひご覧ください。またこの様子はね、 YouTube にアップしようと思いますので、そちらもぜひご覧ください。コメントいただいた皆さん、ありがとうございました。コメントいつもありがとうございます。すべてちょっとご紹介できていませんが、見えてます。すいません、ありがとうございます。はい、では皆さん、ごきげんよう。ありがとうございました。